はい、皆さんこんにちは。今回はですね、新作ボニーのご紹介でございます。これインスタやフェイスブックの方には写真上げてたんですけど、動画を撮る前に走らせに行ってしまったので、ちょっと少し塗装剥げちゃったりしてるんですけど、このところとかねあるんですけど、ちょっとその辺をご了承ください。今回もですね、ポルシェ作ってみました。で、以前の動画にもいろいろ自作のものを出してますけど、今回一番違うところはですね、クリアをですねちょっと入れてみました。ちょっとホコリが、はい、少し近くで照明を当てつつ見せていきたいんですけど、ウレタンクリアと呼ばれる塗料を使ってですね、光沢を出してみました。はい、こんな感じ、ちょっとうまく映るかな。はい、こんな感じでライトのもう綺麗に映るような感じでございます。はい、結構綺麗にできてるかなと思います。で、使った塗料はですね、よいしょ、こちら、ウレタンクリア GP2 って呼ばれるものですね。はい、で、これ本当にこんな袋で売ってます。で、中身は、ウレタン GP 取材、ウレタンシンガー、それから GP2 硬化剤って呼ばれるものに、こんなパッケージと、説明書類が入ってます。はい、で、この GP2 ともう一個 GP1 なのかなってあるんですけど、こっちの方はですね、すごく なんて言ったらいいのかな、カチカチになるって言えばいいんですかね。塗膜がすごく硬くて、研ぎ出しとかをしないでも綺麗になるっていうものですね。で、ちょっと説明書を紹介しますけど、上から特性としては肉持ち隠蔽力が非常に優れてますよ。で、吹きっぱなしでも高光沢な、塗装面になり、滑らかな肌に仕上がりますと。で、プラモデルとかやられてる方はご存知だと思うんですけど、よく研ぎ出しって言って、クリア吹いた後にこう磨かないと綺麗にならない、そうやった方が綺麗になるんですけど、それをしなくても、ツヤツヤになるよっていうのが特徴ですね。で、あとは、柔軟性が皆無なため、模型を引っ張ったり落としたり、硬化後ピンバイスや毛ガキなどで穴開けたり筋を入れたりすると細かい亀裂が入りますと。なので塗膜が強くて衝撃とかには強いんだと思うんですけど、もしぶっかっちゃったりしたら、もしかしたら割れちゃうのかもしれないですね。で、一応こういう風に流していくので、どんなものかって読みたい人は、動画こう一時停止してですね、見てもらえればいいと思います。ちょっと全部は読まないので、はい。ですと。で、フィニッシャーズさんっていうところで出されているものですね。はい、はい、説明書はこんな感じです。で、
買ったお値段は、2400円ぐらいですかね。はい。です。で、今まではですね、よいしょ、車用の、ラッカーのクリアを使ってました。出てこない。あった。よいしょ。こんな使い切りサイズ。これなんだっけ、ソフト99だっけかなの。まあ、車用のやつ、ボディバンパーってあるんですけど、まあ、これ成分としてはまあ、アクリルって書いてるな。アクリルですけど、なんて言うんでしょうね、溶剤のなんて言うの、量がすごく多いので、実際のところほとんど揮発しちゃうものが多いんですよね。だけどこの塗料でいくと、実はこのシンナー、実際はエアブラシの圧が強ければ入れなくてもいいんですね。でこの取材と硬化剤を、2対1の割合で入れて、で、エアブラシの圧によってはこいつで少し薄めてあげることで、なんだろう、こうエアを通りやすくするというかな、拭けるようにするっていうものになります。で、この後ろにあるラッカーでやったのが、前のこの緑ので、今回のウレタンクリアでやったのが、黄色ですね。でちょっと並べて、でこの緑も相当何回も何回も重ね塗りしてツヤは出してきたんですけど、やっぱ結構差はありますね。ちょっとね、これ実はボンネットほこり噛んじゃってブツブツになっちゃったんですけど、どうですかね。感じで、はい、まあ、どっちもツヤツヤではあるんですけど、うん、まあ、こんぐらいのさ、ちょっとカメラだと分かりにくいかもしれないですけど、実物見るとすごくピカピカで綺麗です。はい、いかがですかね。で、まあ、今回一回走らせてみて、その塗膜の強さとかどうかなったんですけど、やっぱりこのリップの部分とか当たっちゃうと、まあ、剥がれちゃいましたね。だけど、あ、そうそうそう、このホイールですね。ホイールもこのクリアで結構厚塗りしたんですね。でこれ横ヒットするとすぐ塗料が剥がれちゃって、こんな感じで金色っぽく塗ってもこの外周の部分はすぐ白くなっちゃうんですけど、こういうのは一切なくなったんで、すごくいいですね。これはいいと思います。あとこういう風に黒ずみ、ここですね、黒ずみ出るんですけど、これ多分手でこうやってこすれば綺麗になるんじゃないかな。よいしょ、ちょっとだけちょっとだけだけど、まあ綺麗になりますね。うん、っていう風に、あの塗装面すごく強いので汚れとかもつきにくいし、こすったぐらいじゃ全然大丈夫っていう感じですね。はい、どうかな。はい、まあ今日はこのウレタンクリア GP2 を使った、ボディの
表面のご紹介でした。基本的にエアブラシが必要なので持ってない方はちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、これを機に綺麗なボディ作りたいなっていう方はぜひチャレンジしてみてもらえればいいかなと思います。わかんないこととかあればですね、気軽にコメント欄に、書いてください。いつでもお答えいたします。ということで、今日は新作ボディのご紹介でした。はい、ご視聴ありがとうございます。失礼いたします。